吉田さん、人生はテストの連続ですね。朝倉未来さんなんですけども、格闘家としてプレイヤーとしてだけ存在していたら、多分試合に負けた瞬間終わりっていうかね、多分期待されるその力も弱かったんじゃないかなと思います。でも仮に格闘技界をね引退しても、 YouTuber としても面白いし、ドッキリ企画もたくさん当たってるし、なんせもう有名になったじゃないですか。有名になると、あの格闘家の朝倉未来が引退後何をしたのかなっていう風に気にしていただける方も結構増えるんですよね。でそれこそ有名じゃない格闘家の方だって山ほどいて、格闘技界を去った後も残念ながら人生続くんですよね。でボクサーってのは、例えばですけども、現役時代よりも引退してからの方が人生が長いっていう風な言葉があるんですよ。つまり社会に出る前から青春時代をボクシングにつぎ込んでいて、他のことはほとんど未経験のまんま、ボクシングを引退する頃30前後にもう丸肌が丸腰で元ボクサーっていうね、すごく日本ではマイナーなスポーツの選手として世に出されるわけですよ。これ竹原 TV の竹原さんね、ガチンコの竹原さんも言ってましたけども、世界チャンピオンで新聞に載ってるのに誰にも声かけられたことはないって言ってましたね。しかもその日の会計にも苦しむぐらいお金もなかったと。で日焼けサロンでバイトをしてたみたいなことを言ってましたね。世界チャンピオンなんですよ。日本初のミドル級世界チャンピオンが仕事がなくて日焼けサロンでバイトしてたみたいなことを言ってたんですよ。でもそうこうしてるうちに自分の店を出して経営するようになって、ある時ガチンコっていう番組から出てくれないかって電話があって、試しに出てみたらものすごく人気の番組になって、最初3ヶ月のはずだったのに、結局5年ぐらい続いたんでしょ。でたった1回第1話、ガチンコの第1話を放送した直後にどっか地方の方に行ったら、竹原さん写真撮ってくださいって声かけられたみたいなね。テレビの力ってすげえなって言ってましたね。だから全てがテストなんですよ。どのタイミングだったら一番ヒットするのかってことも違います。ボールが飛んでてきた時に早めに振っても先行者利益にならずに空振りで終わるし、ボールが通り過ぎた後に振っても当たってヒットになることはないでしょうし、ジャストミートしないといけないんですよね。もしくはファールチップとかかすらせないといけないと。だから同じことをやるにしてもタイミングが大事ですよと。逆に言えば今日外したとしても明日なら当たるかもしれないっていう感じで、こうテストテストテストで繰り返していくことも大事なのかなっていうところですね。はい、ということで竹原さんは日焼けサロンでバイトしながら整形していて、ガチンコっていう番組が始まった瞬間女子高生に声かけられたみたいなことをね言ってたっていう、そんなお話でした。いってらっしゃい。